はい、みなさんこんにちは、りなです。さこです。エイティブログです。後ろでもうめちゃぐちゃぐちゃしてるんですけど、私たちは今日家族で日帰りのトリップに行きます。家族旅行です。パパが運転してくれて、ちょっと遠出をしたいと思います。あ、パパも運転したいならあれを持っていかなきゃ。持っておこうか。持ってて。ぐちゃぐちゃです。朝はぐちゃぐちゃ。ちょっとそのまま行っていいですか。ダメだよ、脱いでください。おー、レナさん、よいしょ。はい、遅いよ。両親はもう車に行ってるよ。国際免許証。はい、両親が待ってるよ。あ、あれ、ラジオもついてるよ。いいの？ダメだよ。ラジオオフにしちゃった。全員忘れてるよ、いろいろ。うん、そうだよ。はい、これも。オッケー。もう忘れてる、傘。はい。今日雨が降るかもしれない。今日降るかもしれない。めちゃめちゃ雷のあれ。ね。はい。オッケー。これ持ってて。え？こんな靴持ってたの？なんかこれ濡れた。あ、ママが開けようとしてる。バスポスト？タプタスカディオ。行きましょう。オッケー。レッツゴー。はい。よいしょ。出発しました。レッツゴー。こっちにちょっとあの朝ごはん、昼ごはん的なのを買おう。おいいね。そうそう、パン屋さん。そう、パン屋さん。ドイツのパン屋さん。うわ、めっちゃ美味しそう。超いい匂いする。やば。こっちは菓子パンだね。菓子パンも美味しそうだし、こっちの普通のご飯のパンも美味しそう。 だったら甘いやつと普通のやつを買えばいい。そうする？え、これサラミのやつ。それでもいい。どっちがもう長持ちする？これの方がやる。あ、じゃあ長持ちするこれとこれにしようかな。パン買いました。なんかやばいことになりましたよ。レジでめちゃくちゃ行列ができてて、ああ、地元の仲いいおばちゃんが店員さんとめっちゃ喋ってんの。なんかこれ海外でめっちゃあるあるで、仲いいとその喋り込むから、後ろに並んでてもあんまり気にしてなくてめっちゃ喋るから、あの並んでること気づいてなかったよ。そう、他の店員さんもいたのに。めっちゃ喋りまくってる、はい、ということでもうすぐアウトバーに乗ります。今日はどこに行きますか。今日はやっとノイシュワンシュタイン城に行きます。もうタカが何回かドイツに来たけど、毎回なんかうまくいってなくて、今日はやっと予約が取れて行けた。ノイシュバンシュタインまでは2時間です。そして今日めちゃめちゃ晴れましたね。それは待ちましょう。もともとの天気大雨でしたけど、今めっちゃ晴れてます。うん、でもドイツは変わりやすいから、後で普通にめちゃめちゃ悪くなる可能性があるよ。うん、うん、タカの顔も映した方がいいよ。ボイルか。エッセン、エッセン、タカ食べましょうかね。上は甘いもの、下は甘くないもの。めっちゃ美味しそうでしょ。これとこれはタカ。これめっちゃいい匂いする。本当だ、すごい。これが私、こういうキュウリも入って、ピクルズ入ってて、とプレッツェルのパンで巻いてるみたいな感じ。そうだよ、柔らか、おいしい、おいしかった。それ俺もだよ。それ俺も、ちゃい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 、めっちゃ美味しそう。見て、ちょっと開けてみて。サーモンと卵とクリームチーズと、うん、やばい、わさびみたいな、あの、あ、ちょっとわさびっぽいソースだね。俺のなんですけど、うん、うまい。めっちゃまずいよ、タカ絶対に好きじゃない。絶対うまいね、これ。あの、タカが好きじゃない味付けがついてる。 まずいなら俺全部食べる。あの、味付けがついてるから、あの、ドイツ人しか好きじゃない味付け。 We are fighting right now. あの、
本当にあのこれはドイツ人しか好きじゃない味付けになってるから。でもジャパニーズもトライしなきゃいけない。なんなの、大丈夫大丈夫。うん、返してください、文句を言うなら返してください。サーモンめちゃめちゃうまい。ちょっとスモーキーなんだけど、塩もちゃんと振ってあって塩辛くて美味しい。うん、そうだよ、ドイツに基本的にスモークサーモンしかないよ。めっちゃスモーキーだよ、うん、色はさ生のサーモンに見えるけど、うん、超スモーキーソルトサーモン、うまっ。ちょっとパン硬い、うるさい、顎は疲れる。ごちそうさまでした。ドイツ人は運転が荒い。そうだよ、みんな煽り運転をしてるよ。みんなアウトバーンで120キロ30キロ40キロ走ってるのに、煽りまくって煽られまくって煽り運転が至るところで発生してますよ。そうだよ、みんな怒ってるよ。だから皆さん、日本人がドイツでアウトバーン運転するときは気をつけましょうね。いつも右しか走らないでください。左側走るとすぐ煽られると思います。ここ自転車でサイクリングするとめっちゃ綺麗だって。確かに。ちなみに今のこの道めちゃめちゃ綺麗だよ。そうだよ、これ有名なロマンチック街道だよらしいね。そうだよ、日本でも有名なロマンチック街道って皆さん聞いたことありますか。ウェルツブルクからフュッセンまでの400キロの街道ルート、今走ってるところめっちゃ綺麗だよ。めっちゃ綺麗、両サイド。そう、これドライブ、オープンカーとかでドライブ来たらめちゃめちゃいいかもしれない、うん、あーそうだね、ロマンチック街道で行きたいね。見えてきましたね。あ、近づいてきたよ。 This is the next year. Yeah, 雨が降った。 That's too bad. 着いたところで雨が。 Yeah, right now, it's raining right now. Yes, I said. Why? ママの雨、ママが、ま、雨女だね。そうじゃない、なんで着いたら雨降ってくるの、すごいね。奇跡的な雨女だよ、レナとママが。到着しました。そう、あのここの村にいくつかの駐車場があって、10ユーロ1日10ユーロ。 1000オイル。着きましたね。ちょっと肌寒いけど。そうだよ、だったらダウンあった方がいいんじゃない、わかんないけど。ということで出発進行します。まずはお城に行く前にトイレタイムですか。100回の泳ぐは100回の泳ぐ。皆さん見てください、ドイツは基本的にはこういう風にゲートがついてて、トイレ入るためにはお金を入れる必要があります。ここは1ユーロです。高いですね。無料でトイレはできません。ありがとうございます。愛知県に住んでるんで、はい、僕らも愛知県名古屋市なので。犬山の方、犬山なんですよ。奇跡が起きましたね。そうだね、すごいなんか急に日本人に声かけられて、タカさん、レナさん。後ろからびっくりして振り返ったら愛知県にお住まいの視聴者の方に声をかけていただきました、はい、ちょうど旦那さんがねドイツ人で、そう、たまたまノイシュバンシュタインに遊びに来てて、僕らもたまたま今日来て、たまたまこの時間に。そうだね、本当の奇跡。でもよかったね、声かけてもらって。そう、それは嬉しい、ね、ちょっと話すことができて会話できると嬉しいので、いつでも見かけたら声をかけてくださいね。お土産も売ってる。ベステオマ、フェリベステママ、フェリベステママダンケダンケとか、これベストのオーバーダンケみたいなやつはタカの両親にも読めるよ。これ何に使うの。飾り、高っ、9ユーロ。やっぱりあれだ ね、 ケチだね。めっちゃスーベニアプライスだね。これあ、かわいい。なんか両サイドがすごいかわいい建物ばっか。
なんかどちらかというとレンガ作りとかが多いね。木を使ってるっていうよりはツーリズム目的じゃない。あ、見てここに。おお。馬車。俺たちも馬車使う？いや、使わないんじゃない？歩き、まあ、歩き、まあ、歩き、出発屋が好きだから。そう、ママが出発屋が好きだから。こっちの左、ホテルです。アメロンっていうホテル、めっちゃ綺麗。こっち見えました。あそこが名前何だったっけ？ホーエンシュヴァンガウ、お城です。ロス、歴史を教えてください。わかりません。社長、はい、ドイツ人の社長、はい、ちょっと調べた方がいいね。ルートヴィヒ・デ・ツヴァイテのお父さんが作ったお城でかな。わかんない、そんな感じ。調べましたよ。 OK、 教えてください。レナ半分正解、やった。ノイシュバンシュタイン城を作ったルートヴィヒ2世の父親が作ったお城。じゃあ 100% 当てたよ。でもゼロから作ったわけじゃなくて、12世紀に建てられた古い城を改築して作ったお城。あ、OK。で、今はホテルとして使ってて。嘘。あそこに泊まれるんだって。へえ、お城に泊まりたい。で、あそこに泊まってその部屋からノイシュバンシュタイン城を見るのが、ああ、いいね。ベリーグッドって書いてある。いくらでしょうね。多分めっちゃ高いと思うよ。ホーエンシュバンが、じゃあホーエンシュバン。ガオ。ガオ。シュロス。シュロス。黄色い壁なんだね。そう、黄色い。あんまり日本では見ないね、こういう壁の色。お城で日本は白壁が多いからね。そうだね、白か黒が多い。それか、そう、黒ありましたよ、坂。あちらに見えますのがノイシュバンシュタイン城でございます。ツアーガイドですか。はい、見てこっちの景色。めっちゃいいよね。めっちゃ可愛いよ。ホテルだと思うけど、全部ホテルとかレストランだと思う。あっちの奥に湖があって、人が少ないね。社長、雨降ってきた。うん。Sind vier verschiedene Tickets. Da musst du scrollen. バーコード。Und eine nach der anderen und durch. Durchgehen und der nächste und dann wieder durchgehen.はい、今からお城の中に入っていきます。なんかね、ツアーあるらしいです。そう、ツアーでしか入れないの。あ、自由に入れないんだ、ツアーなんだ。ちなみにツアーはドイツ語なので、ドイツ語です。僕は半分ぐらいは理解できるかな。ねえ、20% かな。 10% かな。扉でか。今ダメ、ビデオもダメ。だから今からオフにします。バイバイ。はい、1時間、あ、違う、45分ぐらいのツアーだったけど、いろいろ私は勉強になりました。私は 2% ぐらい分かりました。おい、レナがね、翻訳してくれたので、だから 50% かな。うん、50% ぐらい分かりました。 40% かな。まあまあ、そんなにでかくないお城が分かったし、なんかすごい、なんか160年前のなんかその絵とかがあるのに、すごくなんか新しい、うん、作ったばっかりな感じはするね。あ、すごい素敵なお城です。今回のツアーはドイツ語でやったけど、うん、オーディオガイドで日本語も出るので、そのツアーを。え、あんの？あるよ。じゃあ今回英語か日本語でやればよかった。まあ英語だったら、ノーだかノーだか。英語だったらほぼ理解できたのに。ノーだかということで、この動画はここで終わりにします。ノイシュワンシュタイン城はもちろん行きます。それは次の動画をご覧ください。この動画が楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。みんな見てるよ。そうだよ。恥ずかしいよ。